はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。前回ですね、WBC で肩のハービンが3着に敗れてしまいました。まあ、最後支えてしまった。ちょっとこれショックですね。なので、まあ、残りが31周4分の1ですから、G1 で立て直すしかないですよね。間違えた。もう一度放牧。3周ぐらい放牧させましょう。ありがとうございます。200枚メダルもらえるんでね、やっぱり地味に効いてきますよね。今な8月を2周ですか。482キロになりました。多分ベスト体重が、480キロなはずなので、凱旋門賞までレースがないんか、SWBC に出すしかないのか、やだな。さすがに G2 クラス出すわけにはいかないですからね。かといって、凱旋門賞まで待つと、体重が少いですね。ちょっと放牧させて、最終放牧したらいい感じになるのかなと思います。凱旋門賞に、出走させたいと思います。もう一周放牧で、これで、放牧から戻したいと思います。いきなりパートナー調教だ。と間違えた。次の週へ。今残り27週ですか。4週経過しました。早速凱旋門賞も登録しましょう。あ、翌週なんだ。もちろん横山典弘。ん？ああ、そっか。大根ですね、ここへ来て。さあ、480で出させたいと思います。瞬発力も上げよう。そしてプラス2キロにしたいです。人参ですから
こっちかな。ベスト体重になりましたね。仕上がりもいい仕上がりです。楽しみです。まあ、ちょっと疲れは心配ではありますが。1.3 倍、ダントツを一番人気。ちょっと、筋量が 59.5 と背負っているのがちょっと引っかかるなぁ、とは思います。トレブに30枚。凱旋門賞で圧倒的な一番人気ってすごいよね。で、トレブがもう丸が独占してて、他がもう、三角がやっとなんで、これはすごくチャンスだと思います。一騎打ちなのかな？さあ、凱旋門賞スタートです。ロシアン競馬場、あ、すごい豪華な競馬場ですね。トレバー6番手ですね。なかなか好位につけてるんで不気味です。さあ残り半分ですね。これなんだろう。うちを回って経済コースを通っております。まだ仕掛けない。今フリントシャーが動き出した。さあこれで先頭に立って押し切れるか。フリントシャーがすごいいい勢い。あ、これかわされる。うそー。フリントシャーに会えた。G1 すら勝てなくなってきたや。ちょっと筋量が響いたかな、ひょっとして。ちょっとショックな結果です。買い場か。ちょっとショックです。立て直したいと思います。残念だな。意外や意外。で欲しかった。お、フレンドが増えたと思ったら申請が来たんだ。空想星が9社
メインデンドバチミスペシャルミリオン11万枚すごいな。マッチェルがウルトラレアでサラフィナ、これはありがとうございますですね。羨ましい。よろしくお願いしますという感じです。さあ奉納しましょう。和風石一つゲットしました。はい、というわけで、スターホースポケット凱旋門賞の結果をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうではチャンネル登録者数を増やしたいと思います。このまだ登録されていらっしゃらない方、ぜひ、タイトル欄右側にあるチャンネル登録ボタンを押して登録をよろしくお願いいたします。また高評価コメント、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、関連動画プレイリストの方も流します。そちらもよろしければ、お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。